ミロシュゼマンは、チェコ共和国の政治家、第三代大,大統領、首相、下院議長、チェコ社会民主党党首を歴任。2007年、イジー・パローベク執行部と対立し、CSSD を離党し、2009年に、新政党市民権党を設立した、中央ボヘミア州のコリーン生まれ、プラハ経済大学卒業。1968年の、 プラハの春の最中、チェコスロバキア共産党に入党するが、ソ連による軍事介入に反対したため、1970年に除名される。1989年、市民ホーラムの指導者の一人として、ビロード革命に参加した。その後、社会民主党の党首となり、会員議長や首相を務めた。2003年の大統領選挙に立候補を表明し、社民党内で、 多数の支持を得たが、ブラジミール・シュピドラ率いる党執行部に批判的な姿勢のため、党内対立を招き、立候補を辞退した。その後も、執行部との対立関係が続き、2007年に離党し、新党、市民検討を設立した。2013年の大統領選挙に立候補し、1月11日から12日にかけて行われた投票の結果、 得票率24%で1位となり、2位のカレルシュバルツェンベルク外相とともに1月25.26日投票の決選投票に進み、決選投票では得票率54.8%で当選を決めた。2018年の大統領選挙では第1回目投票で得票率38.6%となり、決選投票では51.4%という、 僅差で再選、ありがとうございます。